皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。いやー、昨日のレイカーズはちょっと残念な結果だったんですけど、今回はこの試合のあるシーンを一緒に見ていきたいと思ってまして、これはレブロン・ジェームスのこのシーン。というわけでまずはこのシーンを見ていきたいんですけど、おーね、みんな覚えてますよね、このポスターダンク最高でしたね。というわけでちょっと巻き戻して見ていきたいと思うんですけど、まずこの最初にボールを持ったところはちょうどこのトップの位置ぐらいで、でまあキーオン・エリスがディフェンスについてると。でもこのボールを持った瞬間ね、左手のドライブでレブロン・ジェームスが切り込んでいって、でまあこの瞬間にはもう抜いてますね。からの離陸なんですけど、まあ離陸としてはここからドリブルつきながら右左の踏み込みで、ここが離陸ポイントで、まあご存知の通りね、ここで相手のビッグマンアレックス・レンがねヘルプに来ていて、まあタイミングもちょうどいい感じで飛んできたんですけどね、この辺りではねちょっとやばいかなって感じですよね。でもまあなんとかかわしてポスターダンク、まあ、アレックス・レーンはちょっとだけタイミングが遅かったですね。そしてまあ最高点に関してはこの辺りで、まあこの最高点の時点ではもうアレックス・レーンの手の向こう側をね行ってるから、もうこの時点ではレブロン・ジェームスはこのポスターダンクを決める自信はね全然あったんでしょうけど、しっかりと決めてからのこのリアクション、このドヤ顔リアクション、ジャクソン・ヘイズもやってきて頭ポンポンと叩いて、俺は飛んでるぞと。でベンチの選手、この怪我人トリオ、キャメル・ディッシュとバンダービルトとゲブ・ヴィンセントは大喜びと、まあこんな感じだったんですけど、でも今思い返せばこのレブロン・ジェームスが今回このダンクで左足で最後踏み込んで離陸してるんですよね。だからまあ今思い返せばこの時の負荷がねちょっと大きすぎて、それが怪我に影響していた可能性もあったかもしれないですよね。っていうのはご存知の通り、このダンクというか高くジャンプするためにはもうその体への負荷が半端ないから、この瞬間もうこの瞬間は地面に対して力を伝えまくっている最中なんですけど、まあ、この負荷がねレブロン・ジェームスのこの左足首の負傷につながっているというか影響している可能性はねありそうですよね。でもまあプレーとしてはね最高だったからそこはいいんですけど、まあ39歳になってもポスターダンクというかこれだけの高さを出すことができると、もうこれは全世界のアラフォーに夢と希望を与えてくれますよね。もうこれも何回も見てられるパターンのポスターダンクですね。もうこの辺りとかめちゃめちゃかっこいいですし、ここもいいっすね。はい、というわけでね、今回はこのレブロンのポスターダンク見ていったんですけど、今回はちょっとリクエストが多かったこのダンクもねちょっと一緒に見ていきたいと思ってまして、それはこの前のクリッパーズ戦で八村塁が見せてくれたポスターダンク、というわけで一緒にまずは見ていきたいんですけど、ああね、これ覚えてますよね、八村のポスターダンク。というわけで巻き戻してね見ていきますが、まずここでボールを持ってる八村塁、ディフェンスについてるのはねこのクリッパーズのノーマン・パウエルで、まあ最初は左サイドでボールを持ってる八村塁ですが、ここでね小さいフェイク入れてますよね、その若干左右に振ってるみたいな感じだから、一瞬ここでねノーマン・パウエルの反応が遅れてますよね。このもう八村塁がドリブルを突き始めようとしている時にはまだねノーマン・パウエルがその全然動いてないから、明らかにこのフェイクがね効いてる証拠ですよね。だからこの時点ではこの光景を見て焦ったテイレンス・マンが即座にねこのディミディのことをほったらかしてもうヘルプの準備をしてるんですけど、ここからねゆっくりゆっくり見ていきますと、右のドリブルを突き始めて八村塁、でもここでようやく反応できたノーマン・パウエルがついていくんですけど、まあこの時にはねちょっともう八村塁の斜め前というか、まあほぼほぼ横にいる感じで、でもまあテイレンスマンもね正面からヘルプに来ている感じで、で八村が行くんすけど、まあここでグイッと左腕で
フィジカルでグイッと押し返して、この時点ではノーマンパイオラも弾き返されてこの時点にいると。でもまあこの時点ではすでにテレンスマンがヘルプでゴール下まで来ていたんですけど、ここから八村塁が右左、踏み込みは右左ですね、両足飛び右左ね、ここで右左、まあ、すごい小さいステップですけど右左でね、踏み込み方は最高ですね。でここでグイッと力を貯めて、でまあテーレンスマンもねある程度そのタイミングは合ってるんですけど、もうこの時点でまあジャンプのそのブロックのタイミングもまあまあ良かったんですけど、やっぱりその高さ的にもね、そもそもそのサイズが違うからやっぱり届かないということでね、この時もテレンスマンの手はここにあるんですけど、八村の腕がここっていうことで、まあ、やっぱりね全然届いてないですね。でここまで上がったと、ここが最高点ですかね。だからまあ高さ的にはギリギリな感じなんですけど、まあこれおそらくボールを掴んでるから、このテレンスマンからもねコンタクトはあったんですけど、まあそれも関係なしにこのようにポスターダンクをね決めることができたということで、でまあこの時点ではいろいろねダニエル・タイスなんかもヘルプに来てますけど、時すでに遅しと。これエンドワンでも良かったっすよね。でまあここで河合の横を走りながら、まあ常々比較されている河合と八村ですが、まあ、そんな彼の目の前で今回のポスターダンクを決めることができたと。というわけでちょっとこれも何回でも見れるダンクということで、これもねもう一回見ていきたいんですけどね、でここでボールを持っていって絶妙なフェイクで抜き去って、でついてきたパウエルをボーンと押し返して、でここでこのねテレンスマンが来るんすけど、そのままもう押し込む感じで、まあ今見てて思ったんですけど、これまでの八村だったらもしかしたらねここら辺でまあ完全にドフリーになっているスペンサー・ディミディがいるから、まあ、パスを出していてもね全然その間違いじゃないから、まあ、出していた可能性もあるんですけど、でもまあ常々ね八村もチームメイトもこの八村がアグレッシブな時はその八村の調子が上がってくると言っているから、おそらくそういった背景もあってね、ここはもうゴリゴリにね押し込んできましたけど、いやこれもねなかなかこの八村の歴代のダンクの中で比べてもね結構上位に入りそうですよね。でまあポスターダンクということで、まあポスターにするんだったらこの辺りかな、ここっすかね、まあ、ここかな、もうみんな見上げててね。でまあベンチのリアクションを見る限りでは全然この八村がこのポスターダンクをやるっていうね、そんなつもりではなかったみたいな感じだから、全然この時点ではノーリアクションなんですけど、もうここでまさかの八村がねもうゴリゴリに押し込んでいてポスターダンクを決めたということで、即座にみんなこのマックス・クリスティ、ジャクソン・ヘイズ、ゲイブ・ヴィンセントね、トリアン・プリンスも立ってますね。あーでも思ったよりもジャレット・バンダーベルトがね一番興奮してますね、頭をポンポンしながら。これちょっと気づきませんでした。あでクリスチャン・ウッドも立ってますね。その横ではダービンハムが誰かに向かって何かを叫んでると。はい、というわけで今回はこの八村塁のポスターダンクと、そして彼の師匠でもあるレブロン・ジェームスのポスターダンクを一緒に見ていったんですけど、どうですかね、これ定期的にやった方がいいですかね。でもまあ自分がダンクマンよしということで、ダンクが大好きだからこういった動画を見ていくのは自分にとってもとってもね楽しいんですけど、まあこれからもね何かそのいいダンクがあったりしたら全然でそのレイカーズ以外とかでもいいんで、コメント欄でダンクマンと一緒にこのダンクが見たいとか教えてください。そしてダンクといえばこのダンクマンヨシも最近は少しずつですがそのトレーニングを再開してて、その動画もね今回もこのトレーニングチャンネルにアップしてるんで、もしもよかったら概要欄とコメント欄にリンクを貼ってあるので見てみてください。ではまあ何せよ皆さんはあの八村のポスターダンクと、そしてレブロンのポスターダンクについてはどう思いましたか、コメント欄で教えてください。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。